飛び出していますけども、その後なんです。今日はですね、もう午後になると関東を含めた東日本、西日本、もう降ったりやんだりの一日だと思ってください。今日ですね、まあ、成人式で晴れ着られる方多いと思うんですけども、ちょっとタオルですとか、あと替えの靴下や足りないからあった方がいいかなと。雪は大丈夫？雪はですね、今日に関してはもう内陸の一部に限られそうなんですね。そうなんですよ。今日はもう降るものほとんど雨だと思ってください。大変だ。これから明日の朝にかけて100ミリから150ミリのまとまった雨になっていきそうです。ではその他のエリアマークで見ていきましょう。さあ今日沖縄も雨になりまして、こちらでは激しい雨の恐れがあります。そして北日本の方はまだ晴れているところもあるんですが、天気下り坂で北日本は夜から雨や雪になっていきそうです。そして予想最高気温